斉藤は、斉藤はどこ行ったの？内田さん、マッコイさんは？そういや、かなって言ってたの。なんでやっても和を乱すの？すいません。あいつそういうとこあんだよ。ふざけんなあいつ。おめえふざけんなよ。うん、怖っ。早朝のぐそだよ。早朝のぐそ。なんだよ。早朝バフ。お前何してんだよこっちが。お前尺長いんだよ。お前馬の群れを取材してんだろ。お前馬すごい、馬いっぱい見れたじゃないか。あと もっともっと串間市紹介した方がいいのに、お前のらりくらりお前やってっからよ。何だよ俺。この人出ました。出た、串間で出ました。串間での俺やだよ。串間での俺やだよをもう一度お聞きください。俺やだよ。ありがとうございます。じゃあ次どこ行きます？そうですね、あのたくさん遡って疲れたと思うので、うん、もうちょっとリラックスしに、あの休憩しましょう。はい、あの冷たい飲み物でも飲んで。次どこ？うっち、あの 甘くて冷たいものとかですよ。食べましょうよ。俺だって山本さんに今爆風を食べさせられたよ。ちょっとあの爆風のお口直しにですね。はい、もうやだ俺、本当にやだ。じゃあ俺帰る。帰りますここまで来て帰ります。いやだってもうちょっと、はい、だって俺も帰る。帰るお前、いい加減しろよ。帰るって何帰るだよ。何帰るんですか？もう帰るだろ。もう本当に意外にしろよ。工事に言うぞ。本当に言う必要ない。工事に言う。こんなことやってるぞって言う必要はない。もう怒られてんだこれ。極楽旅だったら工事に、何言ってんだお前、ね、極楽旅だったらもう今最初で制御して言わないよ。言わないんだ。極楽旅の時は静かなんだよ。運転しかしてねえんだから。ゲストを輝かせる番組だから。あいつは山本、お前ちょっと怒られてかぶってるっつったろお前、帽子ずっと。俺だからもう今日 T シャツ着てないのめっちゃ怒るんですよ。何？あ、怒る怒るね。俺だってあの、お前もう帰れ。お前ふざけんなよこの野郎。市長がくれたマスクと T シャツ着ろよ。あれを着る、ちっちゃいの。あんなちっちゃいから面白いだろうか。それ市長の方がちっちゃすぎんだよ。市長の方が構成能力あるわ。お前にちっちゃいの渡してっていう、ああいうああいうのができるな、ね、この市長と思った。できるね、確かに。それを着ねえで今日カッコつけてキャリーってまた来て、でキャリーって危ない。お前なんてことすんだよ。あっ、やめろよお前。なんだよって行こう。もう謝れ。謝んねえよ。帰るってほんまに。え、帰る？マコさん、ちょっとおいおい、帰った。お前なんで帰るってちょ、マジ帰る。もう十分だろう。帰るって帰っちゃうんですか？だってもうこいつすると具合悪くなるもん、もう俺。わかるわ、コウジがお前と一緒にいるとイライラする。イライラしてるもん、もう。一泊二日の、一泊って限界、昼までで。十分だろ、11時まで俺やったんだから。あとお前やれよ。くしばしにはご恩しかない、ご恩ともう感謝しかないけど、お前にはもう、なんかもう、危ない。帰れ。お前、いい加減にしろよ、本当に。ありがとうございました。内田さんも市長によろしくね。はい、ありがとうございました。お前しろ、お前、この野郎、お前。ドスベリポーズ。帰ってった。練習装備になってみろ。
あ、まい。痛い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 。帰ってったよ。なんであいつ帰るようになってんだよ。な、仕事あるって。お前仕事あるって言ってお前なんだよ、この11時でお前もう問い見せて帰るってなんか言ってたよね、仕事がある。あなたも知ってたろ。なんか聞いてました。夕方に帰らなきゃいけない、東京に。だからもう12時過ぎる。俺も帰るじゃん。ダメよね、まだね。あの、山本さんアンバサダーなんで。そう、アンバサダー。途中で帰ることになってたからもうアンバサダーなんで。俺が知らないんだよ、そのお前言ってよ。山本さんが帰るって言い出さないよ。おかしいなと思ったんだよ、一人なんかスタッフが増えたなと思ったら。そうそう、送り用のスタッフですよ。かくちゃん、かくちゃんがいるんだよ。こっから3人そう、かくちゃんとうち。ティーチョンチャンネルも登録よろしくお願いします。